皆さんこんにちは、新世紀リーダー伝武志です。今回は本作を語る上で、欠かすことのできないキャラクター、ボンチューについて解説と、戦闘シーンの紹介を、行おうと思います。この動画を気に入ってもらえたら、ぜひ高評価やコメントよろしく、お願いします。ボンチューは、これまでブサイクキャラクターのオンパレードだったたけしで初めて登場したイケメンキャラクターとあって、これまで男性ファン中心だったたけしの読者層に女性ファンを獲得するきっかけになったと私は考えています。余談ですが、当チャンネルの視聴者層も完全に20代後半から40代前半までの男性に偏っており、このボンチューの動画で少しでも女性視聴者を獲得できたらと思います。ボンチューは例によってこの作品キャラクターの主な年齢である7歳児です。しかしその体格はすでに並の大人以上のものとなっています。よく、トリコと顔が似ていると言われるボンチューですが、私はボンチューがトリコに見えたことはありません。なぜならボンチューの下まつげは下を向いているのに対し、なんとトリコの下まつげは上を向いているのですから。ほらー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 、完全に一緒じゃねえか。島ブーはワイド版たけし瀬表紙の最後にも自分とボンチューを持ってきていることから、作者的にもボンチューはかなり思い入れのあるキャラクターのようなので、次回作のトリコの姿にも多少影響を与えたのでしょう。ちなみにボンチューの名前の由来は作者の高校時代の友人のあだ名らしいです。ボンチューの初登場はコミックス第1巻詐欺のリーダー道場で雇われ師範代として登場しました。ちなみにこの時道場の門番として登場したボンチューの射程、アンドレカンドレは読み切り時代の、世紀末リーダーガイデンタケシ、デイジメッコの上級生役として、登場しています。ボンチューはタケシと同じリーダー保育園の、出身で、タケシが保育園時代唯一勝てなかった男でした。詐欺道場撲滅のために、戦うタケシも、必殺技の、ボボンチュー、や、ボント中のリズミカルな二段攻撃、ボンチューダンスの前になすすべがありません。今までこれほどまでに自身の名前を叫びながら戦う男を私も見たことがありません。ちなみに、ボンチューダンスはこの回を最後に新たにお披露目されることはありませんでした。そんなボンチューもスーパータケシとなったタケシの強さに圧倒されます。リーダーの道を捨て、強さに執着するボンチュー。そんな彼にはある悲しい過去があるのでした。ボンチューには、メグという大切な妹がいました。メグは兄のボンチューが、たくさん友達がいて、人気者な、リーダー、なのかを、心配しています。そんなメグにボンチューは、一番のリーダーの証である、リーダーバッジをもらって、メグにプレゼントすることを約束します。しかし、卒園の日に、リーダーバッジを取得したの、はたけしでした。納得のいかないボンチューですが、先生はボンチューにはリーダーとして、人を信頼する心が足りないと、説きました。お祝いの準備をして兄の、帰りを待つメグ。ボンチューも家路に着きますが、その際自宅に炎が上がっているのを発見、急いでメグを助け出そうとしますが、炎の強さの前になすすべもなく、消防隊を信頼しメグの救出を願います。しかし結局ボンチューの消防隊への信頼も裏切られ、メグは帰らぬ人となってしまいます。あの時炎にも負けない強さがあれば、妹を救えたと自分を恨むボンチュー、信頼などではなく、力こそが正義だとボンチューはリーダーの道を捨てます。ボンチューは自らの衣服に炎をまとい、たけしと最後の決着をつけます。決して自分の苦しみや弱みを人
には見せず、誰にも負けない強さを追い求めるボン中の根源には、大切な妹の存在があるのでした。その後はたけしの日常会などにもたびたび登場しますが、たけしたちと違って学校へ通っている描写がないのが、少々心配です。またボン中のそのビジュアルと、強さから、作中でも女性ファンの、ストーカー的存在が現れます。その回では思わぬトラブルで、階段から落下し完全に、記憶をなくしてしまいます。生きがいが因数分解を、解くことになるまで性格の、変わった盆中に、これまで喧嘩で敗れた者たちからの、恨みを一挙に受けてしまいますが、最後はストーカーの彼女を、守る形で階段から落下し無事に、記憶が戻っています。初の長編バトルシリーズとなったマミー編では、盆中の滝幼中に、何者かに強襲されたアンドレ、カンドレを、見て激怒。たけしたちリーダーズの前に、登場し、実行犯であるマミーファミリー四天王の、ダムを瞬殺します。続けざまに四天王のピースを、毒槍で腹を刺されながらも、ソプラノの歌、を歌わせて、撃破します。また四天王のガイガツキヒコの、妹思い、な部分を、利用し、人質にしていることを聞いたボン中は、リーダーズと行動を共にし、マミーファミリー撲滅へと、向かいます。道中リーダーズの前に、現れた、痛みを感じないというマミーファミリーの、特攻部隊、黒豹、に、対しボン中は、最高だぜこいつら、痛みの、感覚がねえか、俺もだ、と発言し、たけしたちを先へ向かわせ、たった一人で黒豹と激闘を、繰り広げ、見事一人で黒豹を打ち負かしました。さすがに痛みを感じないわけもなく、盆中は、通りかかった廃屋で休憩を、取ろうとします。すると偶然月彦の妹を、発見し救出します。盆中は笑顔を見せる月彦の、妹の姿に、自身の妹の姿を重ねるのでした。その後マミーファミリーのアジトでたけしたちと、合流した盆中は、疲れを残したまま、かつて盆中の乱闘に、巻き込まれ盆中を逆恨みする魔人、カーボーと、対戦。鬼人と化した盆中は、赤い花火を、見たいか?とカーボーの腕の血管を、破裂させ、リーダーズもドン引きな終始一方的な戦闘を、見せつけました。勢いもそのままに、盆中はマミーファミリーの、ヘッド、マミーと戦闘を開始します。マミーの驚異的な握力に圧倒される盆中ですが、最後はマミーに浮き輪を渡し敗北の海に溺れさせるのでした。この戦いで盆中を気に入ったマミーは以後、盆中と良きライバルとしての関係を築いていくのでした。さて、ご覧のようにマミー編での盆中はまるで主人公かと思わせるような活躍を見せ、たった一人で4人以上の幹部、そしてチームのボスを撃破しています。これには作者も思わず、まるで盆中のためにあったようなシリーズだと語っています。しかし、強さを追い求める盆中にとってこのマミー編というのはまさに最高の舞台で、水を得た魚のように躍動するのは当然のことだったのかもしれません。その後、魔国編の導入部である、世界最強コンビ決定戦、ではライバルであるマミーと、テキーラサンライズ、というコンビを、組、京介、ババに対し学校へ行っていないなりの、強さの格の違いを見せつけます。しかし突如現れた謎の、悪魔たちの前にリーダーズと、共に敗北した盆中は、ババの魂などを取り入れた騎士たちと、魔界へ向かいます。魔界では、立ちふさがる悪魔たちを前に、魂をコントロールした戦闘を、見せ、マミーと融合した姿、ボミー、などにも、変身しています。続くリーダラ病編では、巨大化したたけしの大所にあたる、たけしのばあちゃんの助手を、買って出て、巨大化たけしと戦闘、さらにはたけしのばあちゃんの、高齢術により広しの、
レイオ自身の体に憑依させました。それからというものの、一心不乱に厳しい修行を続ける盆中、かつて死闘を繰り広げたマミーファミリーの特攻部隊、黒ヒョウをも一瞬で片付け、トニーとマミーさえも一度にまとめて相手にしようとします。実はこの時盆中は、たけしのばあちゃんに降霊術のお願いをしていました。しかし、盆中は自身がたけしのばあちゃんより強くなった時に、霊を呼んでほしいと伝えます。二人がかりのトニーとマミーに圧勝する盆中、しかしたけしのばあちゃんには叶いません。そんな時でした。どこからか火が立ち込めます。なんとそこには、炎の中で助けを求める妹のメグの姿がありました。炎をものともせず盆中はメグの元へ向かっていき、メグを助け出します。そこにかつての弱い自分の姿はありません。助け出されたメグは盆中に、すごく強いね、と言います。メグのたったその一言に涙する盆中。散々耳にしてきたその言葉が、初めて盆中の身に染みた瞬間なのでした。以上が、世紀末リーダー伝武氏、強さを求める男、盆中のキャラクター解説です。ちなみに盆中はキャラクター人気投票でも、常に上位にランクインしていて、作者だけでなく読者からの人気も非常に高いキャラクターです。その後バーバリアン編でも盆中にとっては辛い悲しいエピソードが一つ出てくるのですが、そちらはバーバリアン編解説動画でも紹介していますので、ぜひご覧ください。ちなみに最後の話でメグが憑依していたのは、実はたけしだったりします。ご清聴ありがとうございました。